皆さん、お元気ですか？ああ、かかじです。今日はね、これほら、セブンイレブンのふんわり食感いちご氷バーヨーグルト風味だね。おー、こりゃおいしそう。6本入り45キロカロリー。おー。あ、果汁果肉が 15% も入ってんだ。最近のね、このセブンイレブンの箱入りのアイスクリームね、他にもフルーツの、アイスがあったりして、そっちもね、果汁いっぱい入ってんのよ。やるね、セブン&アイ。ああ、で、本題はこちら。ほら、似たような色のベータさんがいますよ。おー。ね、ほれ、ほれほれ、ほれほれ、ほれ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 。ね、まるでいちご氷バーのようなベータさんです。先日お迎えして、今はぐいっとほらどんぶりふぐどんぶり金魚ときてどんぶり第3弾はどんぶりベターじゃ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 んブイブイブイーンぼよよよよよよよんってね、うん。新たな境地を開くわけですよ、こうやって。ベータさんというと、コップで買えるとかね、小さい容器で買えるっていう提案をされてることが多いんですが、うちではね、他のベータさんは小型の水槽、17センチのキューブ水槽で、水の量は4リットルぐらいかな。ああ、でも、この丼は1リットル弱なんだよね。ああ、この子ね、うちに来てからしばらく養生してもらって、プラケで、生活してもらってました。でね、ある日、そのプラケの水替えするときにね、この使ってなかった丼をね、一時避難場所的にね、こっちに移ってもらって、プラケを洗ってたら、いや、これがなかなかね、この子のいちごバー的なね、赤さとこの容器の丼の白さ、このコントラストがね、なかなか素晴らしくって、しばらくこれで飼育してみようかなって思ってすでに1週間ぐらいが経ちました。ベタさんはね、新しい水が苦手なんで、水はこなれたものがいいんで、他のベタさんを飼育している水槽から毎回お水いただいてます。それで、2日に1回ぐらい半分水を交換している感じです。これで今のところね、結構調子いいのよ。ヒレも溶けることなくね。で、この容器、ね、ベタさんの場合、最大のデメリットっていうか、フレアリングというね、同族のオスがいるとね、ヒレをバーッと広げて威嚇行動をするというね、フレアリング。これね、日々トレーニングしてあげないとヒレが閉じた状態で固まっちゃうっていうことでね、やってあげないといけないみたいなね、お話があるんですが、この容器だとね、側面が透明じゃないんで、他のベタの容器を隣り合わせにして、オラオラさせたり、あとは鏡をね、置いて反射させて自分の姿を見させてオラオラさせたりすることができないっていうね。でどうするかっていうと、やっぱりこちらね、はい、こちら鏡、うんね、今ちょっと軽く洗ってきました。でこれをどうするかっていうと、はい、ジャポーン投入してしまいます。ほら、そうすると中で、お、なんか、お、この野郎、お、ちょ、お前、こら、みたいなね。おら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 って感じでね。お、ほら、ね、羽広げて、お、エラまで広げちゃってね、ブワーって、すごいね。で、結構ね、この角度いいのよ。もう軽く寝かせてね、うん、鏡を置いちゃうみたいなね、感じで。これ、ちなみにね、立てるとね、若干見づらくなります。うん。ベータさん的には見やすくなんだけどね、こっちで干渉する場合に、こう、より、ね、ほら、鏡に映ったベータさんも見られるし、ベタさん自体もね、鏡に対して見せつけるんで、上から見てもこう、ヒレを広げた様が見やすい感じで、あ、ごめんね、びっくりさせちゃったね。これちょっと引いて、見るとこんな感じで。こういったね、白い容器で一時的に、例えば、土佐菌ね、金魚の土佐菌をこう、干渉するためにこうやってね入れて、そのヒレの優雅さを楽しむとかっていうのがありますが、このベタさん結構ね、色合いとかヒレの優雅さとかが、うん、土佐菌に似てなくもないかなって個人的に思って、このコンビネーションかなりお気に入りです。最初はね、鑑賞するときだけこの容器に移してって思ったんだけど、こまめに水替えをしてれば今のところ問題なさそうで、彼的にもね、水深が浅いんで、呼吸しに水面に上がるのがとても楽そうです。なんかね、できればこういう真っ白な容器でもうちょっと水量の多い、大きい容器があるとね、面白いんだけどね。巨大丼探しの、巨大丼探しの旅みたいなね、そんな行動も起こしてみちゃおうかな、なんてね。ほら、いいでしょう。なんかね、また、水槽とかで横から見るのとはまた違った趣があるよね。で、こう、ベタさんの色がしっかりとね、容器自体が透明じゃないですからね。その後ろの色がしっかりしてる分、ベタさんの色もしっかり映える感じでね。いいんじゃない？ね、この容器他にもね、黒系とか青系もなかなか映えそうな気もしますよね。いいね。まあこうやってそこそこトレーニングをして、私自身も鑑賞を楽しませていただいて、はい、そしたら「お疲れ様お疲れ様」っつってね、はい、濡れてるんで、こうなんかね、プラケかなんか用意しておいて、そっちに移すのがいいかもね。そうするとほら、おや？いなくなっちゃったぞみたいなね。さあ、そろそろこのいちご氷バーも溶けてきちゃうと困るんでね、この辺で今日は終わらせましょうか。ってことで本日は、ベタ、フルムーン、ダブルテールのフルムーンさんの丼飼育、丼ベタ、さらにはフレアリングの方法をご紹介いたしました。あ、いけねえ。普段ね、他の丼同様、このね、排水口用のゴム付きのネットを上にかぶせて、飛び出しの防止をもちろんしてます。ねえ、ベタさんは、金魚やらフグやらに比べてより容器から飛び出しやすいんでね。あ、必須です。うん。これね、意外といろいろ使えるのよ。ミニプラケースとかなんかもね、使えて、うん、付属の蓋に比べると光をよく通して干渉もしやすいんでね、意外と重宝します。はい。ってことでね、お別れしましょう。あ、し、あ、ごめん、危ない、危ないよ。飼育運動ってやろうと思ったら、思いっきりグーで、どんぶり殴っちゃったよ。危ない危ない。あわや大惨事だよね。ひっくり返してね。危ない危ない。ということで、飼育運動、極めましょうね。さよなら。お元気でー。ピントが合わない。あったねー。お元気でー。ちょい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 。